はい、皆さんこんにちは、アンチです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、顔のたるみを取って若返る方法ですね、お届けしたいと思います。はい、まあね、50手前になってきたらですね、この顔のたるみってめちゃめちゃ気になるんですよ。まあ当然ね、目尻のシワとかほうれい線とかも気になるんですよ。でも、シミももちろん気になるんですけども、この顔のたるみってね、こう下がってきたらね、老け顔であったりとかね、顔がね、こう疲れているみたいなイメージになってくるんですよ。で、僕のですね、やっぱりイメージとして40代、50代の方は、もうね、なるべくね、美しく老けていってほしいみたいなイメージなんですね。で、僕自身もそれを目指していってるんですけども、いきなりね、シワがなくなるとか、いきなりシミがなくなるっていうかね、綺麗にこう老けていくっていうのは僕の理想なんですよ。で、それを目指しながら僕はセルフケアしてるんですけども、まあその中でね、この顔のたるみっていうのはね、一番僕の中でですね、ポイントになっております。ここが下がってくると本当ブルドッグ顔とかですね、この頬のたるみとか出てくることでほうれい線が深くなったりとかするんで、今回ね、この顔のたるみ気になっている方はぜひ一緒にね、セルフケアをしてみてください。はい、まあ、僕の動画はですね、40代50代の方が健康であったり美容であったりなりたい自分にですね、なっていただけるための動画配信としておりますので、ぜひですね、最後まで見てください。はい、まあ、早速やっていきたいと思うんですけど、いつも使っている炭酸性体スプレー、これを使っていきます。で、これがなければですね、まあ、しょうがないです。あなたのお使いの化粧液、美容液、乳液などなど使ってやってみてほしいなと思います。で、僕はですね、これを使うことによって、毛細血管を拡張させて、血液の循環を促します。で、血液の循環を促すことに何が得られるかっていうことを言うとですね、筋肉が瞬間的に柔らかくなる。血液が流れることによって、再生作用を働く筋肉がですね、柔らかくなりやすくなるっていうのと、まあ、血液の循環だけではなくてリンパの流れも良くなるということなんですね。あとプラス、この皮膚にも栄養素が行き届きやすくなるんで、皮膚のそのシミの防止だったり、目尻のシワとかね、シワの予防にもなりますんで、ぜひですね、これを使って、欲しいなと思います。はい、まあ、概要欄貼っときますんで、よかったら今日見てください。で、このままですね、セルフケアしていきたいと思うんですけど、今回のポイントは、2つあります。この抗筋っていうね、エラの筋肉と頬の筋肉、これをですね、回しながら柔らかくしていって、最後上に上げていくっていう方法なんですけども、これをやっていきたいと思います。で、指はですね、2本か3本、これでやってください。で、ピタッとこの抗筋っていう筋肉があるんですけども、これをですね、下から上に回せる、下から上にね、グッグッグッと、はい。で、指3本でやる理由はね、この痛くなりにくいんですよ。ちょうどこの心地いい痛みになってくるんで、これを今僕はね、押してます。はい、で、これを20回やっていきますんでね。では、いきますよ。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。まあ、こうやって回すときにこうシワができるんですけども、今からやっていくセルフケアで全部解消していきますので安心してください。これを20回やってください。はい、よろしいでしょうか。で、その次にこの頬のほうれい線ですね、このほうれい線があるこの薬指のちょっと横ですね、ほうれい線の横にこういう形でつけてもらって回します。これも20回。では、いきますね。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。よろしいでしょうか。まずね、この20回やってください。それぞれ20回をできたら3セットやってみてください。はい、で、こちらの方もね、合わせてやっていきたいと思うんですけど、指をこういう感じで3本にして、下から上、こう下からね、はい、20回いきますよ。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。よろしいでしょうか。次、ほうれい線の横に薬指が行くようにして、下から上回していきます。20回。では、いきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、
19、20、はい、 OK です。よろしいでしょうか。はい、これはですね、こういう形で両手でやると下から上、下から上、下から上ですね。こういう感じで20回回してください。下からね、はい、こんな感じですよ。はい、これでね、20回やってください。これを3セットです。はい、でこちらもね、ほうれい線のところの横に薬指がいって20回、こういう感じね。はい、20回やってください。はい、この20回ね。で力加減はね、指3本でやるんでぐーっと力入りにくいんで、ちょうどそのぐらいの、程よい力加減で結構です。で、痛気持ちいい感覚で、痛くすぎたら痛気持ちいい感覚にしてください。痛すぎると NG なんで、はい、よろしいでしょうか。でこれができたら最後ですね、手をですね、この小指のところにほうれい線がいくような感じで、こういう形で引っ張り上げる、斜め後ろにこういう形で、こういう感じで、極端ですよ、こういう感じで上げていくような感じで、上げて20秒キープ。はい、こんな感じで20秒キープ、よろしいでしょうか。ではいきますね、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、OK です。よろしいでしょうか。はい、でこういう形で、20回やってください。はい、まあ、こんな感じで、20秒ですね、20秒やってみてください。はい、これがですね、一連のね、このたるみを、顔のたるみをね、解消して若返る方法となっております。で、まあ、僕のようなね、同世代の方がですね、僕の動画を見てコメントいただいたりとか、一緒にね、こうやっていただいている方、非常にありがたいんですけども、最近ですね、40代、50代だけじゃなくて、まあ、60代の方もそうですし、逆に30代の方もね、興味を示して、いただいております。本当にありがたいことなんですけど、たくさんコメントいただいたりしてですね、またその、ね、フィードバックの、ね、セルフケアであったりとか、効果のあったセルフケアをまたお届けしたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録、いいねのボタン、ぜひよろしくお願いします。ではね、また次回お会いしましょう。さようなら。